ロイス・グライツ公国はドイツの中林元地方に存在した両方国家。ニーケイ・ロイス公家によって統治されたため、ニーケイ・ロイス公国とも呼ばれる。中林元諸国におけるロイス・グライツ公国中林元地方の東部にあった両方で、首都はバイセールスター下藩の都市グライツ。ドイツ帝国の下で中林元諸法と総称された両方軍のうちの一つである。 中林原諸国には小規模な両方が多かったが、ロイスグライツ公国の面積は約3 1 7トルで、そのうち最も小さかった。ドイツ帝国を構成する国家の中では、帝国自由都市であるリューベック及びブレーメンよりは、広いがハンブルクよりも狭く、諸公国としては最も強小であった。中林原地方は、 歴史的経緯から各国が大小の飛び地を有して入り組んでいた。ドイツ帝国の時代、首都グライツを含む領域は、北にザクセンバイマルアイゼナハ対公国の領土、西にロイソゲーラ公国の領土と接し、南と東でザクセン王国と境界を接していた。まとまった広さの飛び地としては、グライツ西方ザーレ川下半のブルーククを中心とする領域があった。 グライツにあるロイス家の上官、オベアーズ・シュロスとアンテアーズ・シュロス16世紀に分かれた、ロイス家の長兄の系統に属する、ロイス・オーバー・グライツ家のハイン・リヒ11世が、1768年に、同系のロイス・ウンター・グライツを統合して、ロイス・グライツ白領を創設したのがこの両方の、こりである。1778年にロイス・グライツは、帝国諸行として認められ、公国となった。 二代皇ハインリヒ13世は、1802年にグラ、イツが大化に見舞われ、1806年に新生ローマ帝国が解散するなど、内外の混乱に直面した。ハインリヒ13世は、1807年にライン同盟、1815年にドイツ連邦に公国を加盟させた。また、運ーレ城を新古典主義様式で再建して、居城とした。 古代公リヒ二22世は1859年に13歳で、皇位を継いだ。母カロリーネが摂政を務める、公国は、ドイツ統一への動きが加速する、この時期、オーストリアに近い動きを見せた。1866年の広島戦争では、プロイ戦軍による占領も受けている。広島戦争後の1866年には来た、ドイツ連邦に加盟し、 1871年にはドイツ帝国の構成国となった。ハインリヒ22世は21歳になった1867年に申請を開始したが、プロイセンに対する反抗的姿勢をしばしば示し、ダダッコのハインリヒとあだなされた。1902年に行為を継承したハインリヒ24世は、心身に障害を抱えていたために当治不能が宣言されており、 ロイスゲラ公国の君主、聖子が摂政としてこの国を治めていた。1918年、ドイツ革命が起き、ドイツ帝国が崩壊すると、君主制が廃止されて、公国は消滅した。2位系、弟系の両ロイス公国の領域には、ロイス人民衆が成立したが、1920年には、チュ元リンに統合された。ハイン・リヒ11世、ハイン・リヒ13世、 ハインリヒ19世、ハインリヒ20世、ハインリヒ22世、ハインリヒ24世名に付された女数が即位順を示すものではないのが特徴的であるが、これは男子にすべてハインリヒという名をつけるロイス家の伝統による。最後の君主ハインリヒ24世は1927年に母子、ミー系、ロイス公家の男系を与えた。ハインリヒ十二世の娘、 ヘルミーネロイスツーグライツは皇帝ウィルヘルム2世紀の退位後の5歳となった。ありがとうございます。